はい、おはようさん、こんにちは、こんばんは、アラフィフでございます。レイジーズでございますね。やっていきたいと思います。まあレイジーね、これ今やってるのが、2018年の12月に、プレイしておるわけですが、これのね2が、割と情報がだんだん、出てまいりまして、2019年の、5月ぐらいやったか、なんかそれぐらいの発売の予定になってきたのかな。好きなだけ見てって、気に入るものがあるかもね。そんなことらしいんで、まあまあそれはそれで楽しみかなという感じになってまいりました。売り物を見には来たんやけども、ほんとこの辺ウィングスティック持っとるな。弾バックショットとかあるの？ん？こっちか。あるのはあるなあるのかな。弾が、うん、あるのはあるようやね。うん、まあまあいいやろ、はい、必要なものがあればまずはここに来て、はいはい、それじゃね。まあまあ買い揃えてたようなんでもういいですね、行きましょうか。でもこれもね、もうだいぶクライマックスに来てましてですね、もう終わりが近いような気がします。私ね、この辺までは、完全にこれ完全にプレイしきったことが最後のところはもうなかったっていうのがあるんですけども、それでもねなんかもうこれぐらいで終わりじゃなかったかな。チューンって言うとどうなの、タイヤ、標準タイヤ、まあこの辺はもうレースで取ってたらもらえるのかな、商品かなんかやるな。出るで、サブウェイタウンか、タウンからウェイストランドへと、で次の場所に行きましょうかね。もうだいぶ終わりが近いはずなんでね、やっていきましょう。車で、この辺の敵はなかなかいいな。確か結構ね強いからね。次の降りる、ジャンプこっから徒歩になりますな。バックショット、持ち物の銃を変えて行こうか、オーソリティにしようか。そういやレーザーポインターがついてたな。こちらの新しいところに行かんとあかんのかな。なんか取りに来てん、自分のね同じやつを取りに来てるんやけど、ボルトみたいなところですわな。ジャッカルダニ、ジャッカルキャニオン、はあ、ははあ、
なんかこの絵的になかなかまたえげつなさそうな方々が アークから解読機を回収しろ。これやね、アークに来たっちゅうこっちゃね。アークに、まあ自分が出てきた場所と違う似たものの場所に来たということね。ここはもう暗殺。なんやこれ、斧やな。どうせ敵しかいい日にやからな、こんなもんな。開いてへんね、これはね。こっちやな、んだら。今しゃがみで動いておりますけども、あまりステルスは関係ないっちゃ関係ないのかな。久々にこれか、ボルトにしてみようか。こうやな。ボウガンね。基本でもね。見つかんの早すぎるやろ。見つかるのが早すぎるわ。どこから撃ってきてはんの。上、これスナイパーがいるっちゅうことかいな。そこまで想定しなかったな。これはだいぶやばい状況だと。なったなったなった。迫撃砲みたいになってきて。こんなまた来てスナイパー同士で撃っちゃうか。来てきて、またあんなんや、撃ってて。どっかも上の方か。痛い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 よ痛いよ痛いよ。落ちた。オッケーな。まだおるぞ。オッケー。来てる来てる来てる。まだおる。迫撃砲やろうが。上やな。落ちた。まだおるんか。なんかすごいいろいろ喋ってはりますけども。あ、お、なんじゃこりゃ。これでなんか OK、 なんかもらったけども、これで開くんかな。開いた。あそこ、
まだいてるかな。声はすれども姿は見えず、本にあんたはへのような。オッケーな、行こう。よし、びっくりした。えらい近いな。びっくりした。近いなとは思ったけど、うん、ここが空いたからな。こっちやな、要はな。バカハウス、バカハウス。なんか投げまくっとるよ。なんかさっか。そこか。でスナイパーライフルがいるやんけ、こんなとこたくさんな。スナイパーの弾がな。倒したけども消えちゃってるかな。スナイパーの弾もっとこうときゃよかったな。おお、来た。ファタウマナ、バカモンが。バカチンが。なかなか変わりにくい時もあるんだよな、これな。またまた遠いとこで、まあまあ狙いにくいわね。ほっといた方がいいのかな。うわ、何転がしてる。嫌なことするな。えげつない攻撃をかけてきはりますわ。ドラム缶掘ってくるとか。ジップライン？って、あんなとこからかよ。えらい遠いとこから攻撃かけてくんな。
丈夫か。あとここっち、えらい遠方から撃ってくるね。いて、これはもう、これは相手にしてたらあかんちゅうこっちゃうな。ジップライン使ったらいいのかな。あれ、いて、こうか、つかめへんからなかなか。愚か者め、どこや、あ、落ちてしまったかな。なんじゃそれ、どっからや。ちょっと前に行ったら落ちるねんね、これ怖いね。落ちて死ぬか我ながら。どこから？こんなとこから入ったとこからやないかいな、こんなの。上のやつらはもう相手したらあかんのかな？極力相手をせずに、あ、これ戻ってるやん。こっちやん、切りかなかな。ははは。こちらですわ。で、ここが、あの、はい、入り口からやな、ね。ははだら、落ちて死ぬとは最悪やな。まあ敵がどんなもんかっていうのはある程度分かったね。というわけで、こっちに行くと敵が出てくるんだわ。上の運はもう相手にせん方がいいのね。した方がマシやね。取って、これをレバーを操作で走ると、この方がいいね。弾が無駄にならんわ。オッケー。しゃ。先はこちらやな。で、OK か。近接は、この辺はやっとかんとな。
くらなんでも。まだ撃ってきてるぞ、そこか。オッケー、落とした。こいつらの雄たけびが、いや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 って言いながら、鳥動きがね滑らかすぎるっていうか、ちょっとね動きすぎるところがあるんでね、なかなかね。でここはいいか。なんか物が落ちてるな、ここな。エアロゾル、ダイナマイトのなんか。エアーと、怖いね、邪魔やね。つら。で、このまま狙っていこうかな。こうか。ここやね。と。エリートから狙ってくるからね。そっちか。どこからや？あっこか。ん？いて。そいつやな。で、こっちらにも。わかった。オッケー。走り回っとんな。こうか。いけ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 。これでオッケーやな。ジップラインちゃんと乗れ、乗らなね、危ないね。後ろから来るやつはいるか。痛いわ。痛い。いや。
何が嫌やん。やべ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 。おお危ねえ危ねえ。こいつら取るだけ取って。ここにとどまってると、こいつらあんなに、はい。よし、はい。ふい、死にそうじゃ死にそうじゃ。でこちらでいいのかな、これか、はい、ポン、あ下がってった。バックショットのままでいいかな、いいな。さあここから地下、ほい、ほい、どこに消えた、落ちた。お、ダイナマイトボルト、ボルトか、爆裂ボルトなんかな、ちょっとつけてみる。でダイナマイトボルト爆発するのなら使ってみたい。あでもこれ死体残らないのね、残らないのはちょっとディアね。バックショットスナイパーの弾ありがたいな。あれは何じゃろう。ほう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 、対処できん。わ怖いねほんまにこいつら、上も下も対処せなあかんって。まあまあオーソリティの MG にしようか。無難か、うっ、追ってきてる。よっしゃ、お前野蛮人かこいつら、お前に野蛮人やなこいつら。ぐらい話をせんか。突っ込んでくる突っ込んでくる。こっちは見てもしゃあないね。ちゃうのね。上は上行けへんしな、どうせな、この感じはな。
ですよ、ほんまに。芝くそ、おりゃ。芝居てるけど。まあまあ、お下品にちょっと舌打ちなんてしちゃいましたけどね。こちらで追うてんやろな。はあ、なんかぶら下がっておりますな。あ、来い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 来バックショット、バックショット、どこからどう打ってくるのかな。上になんかあるけど、風船爆弾みたいなのが。やばあそこ、トントコ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 と。怖い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 。ういうん、危ねえ。よう持ちこたえとるわ、言われながら打ちまくってきゃあるから、ほんまにえげつないですわ。こっちは、あ、なんか物があるのか、ラジコンか、きっと。ほい、拾ってる余裕があまりないというね。常に赤い視界のまま戦うという。この辺大丈夫ね、もう取った後ちょっとぐらい話し合いとかすりゃいいね、こいつらね。何かあるわけでもなくね、やっていけないよ。こちらね。オッケー。なんで？まだ下か。おいしょっと。くるくると下に降りていっとるね。うん。ここはやつらの休憩所。こっちは、こっちもか、ネグラっぽいな。ハードウェアパック、ああええもん。グレネード、まあまあアイテムもちょろちょろと取れてるね。 OK ね。でこちらかなと。手は OK。
たボタンだ。痛い。けい。こいつら強いな、ほんまに。弾がないわ。そのオーソリティいかんしゃあねえな。この弾な。普通弾の方で。で、こっちは何や。落ちたらアウトっぽい。こんなとこにも吹っ飛んどったな。そうかそうか、爆発させたんやな、ドラム缶をな。これかな。大統領のデイビスだ。君たちアーク計画の参加者は人類最後の希望であり、我々を救う鍵だ。これアークの中心部か。人類の存続は君たちにかかっている。君たちが目覚めた時、その目に映る世界は想像もつかないが、君たちとこのアークが滅びゆく人類の最後の鍵であることを忘れないでほしい。成功を呼び神の祝福を。オッケー。帰れとな。いて。その間にどっから来たお前は。オッケー。あ、これで、はい。一気に帰れんのかね。何これ。なんじゃらこりゃ。おもろい飲み物やけど。あ、ついたのかい。ついたようで。帰れと。ラウ？は？マカ。オッケー。ウマナ、ウマナ。痛い。オッケー。ふう、減ったなあ。ウイングショットも、ウイングスティックか。帰ってきたような、ような。え、こっちか。合ってるの。合ってそうな。合って合ってるのっけ。これちゃうよね。これ最初に逆か。で、今俺は逆向いたわけね。こっちにか。こっちやな、出口はやっぱりね。ここや。はい、帰ってきましたと。ふう。で、どこぞに届けろ言うとったな。どこに届けるんやろな。車に乗ってと。いやー、弾よけつこだな。落下死したせいで逆にね、弾ちょっとは節約になったんかもしれんけどね。はいよ。帰りましょう。ちゃう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 、こっちや。もう帰るもん。敵の始末なんてしてらんないもん。こっちやね。そんな面倒くさいことはしてらんないもん。
いいよ。帰ってきた。誰ぞんとこに持ってけっていう話やね。アーク解読機。修理14取得。出る。サブエタン帰ってきた。下に行けやったか。ここやな。届ける先はな。ほい。ほい。あ、しまった。バグでさ、バグ。妙なことはせんこっちゃね。は？ほら、バグった。ロード。オートセーブ。はい。バグです、バグ。ああいうね、切り替わりのところで妙なことをすると非常に妙なことになるということがわかりますな。出る。はい。普通に普通に当たり前のように当たり前にこれで行こう。OK。これで、なんかこう、このおっちゃんやった？あざ、ど。お見事。お。データを分析するからちょっと待ってください。はい。あ、キャプテン、これを見てください。驚きますよ。お。確かに驚きだ。これこそ我々が探し求めていたもの。つまり全てを解決する鍵だ。世界中に埋まっている全ての悪の位置、座標、再浮上の時間がここにある。このデータこそ文明復活の鍵。我々に与えられた最後のチャンスだ。これがあればオーソリティの中枢を攻撃できる。君の ID ドライブのコードを使ってオーソリティが地中に閉じ込めた全ての悪を浮上させることができる。ほう。キャピタルプライム、敵の中枢への潜入作戦は我々が長年温めてきた計画だ。だが最後の一手が欠けていた。しかし今から未来が始まる。本当の戦いの幕開けだ。最初にすべきは東へ向かう経路の確保だ。それにはオーソリティのセキュリティブリッジを破壊するしかない。ポートマンに会え。彼が作戦を考えている。ほう。はい、レジスタンスのポートマンと話せ。ポートマン誰？ポートマン。はい。ついにオーソリティを攻撃できる。この時を待ってた。準備はいいか？いや、まだやけど。A にして。橋を越えて東の地へ入るには防衛システムを制御する発電機を破壊しないとダメだ。ただし橋へ向かうには谷を抜けてリフトに乗るしかない。道のりは厳しいが、防衛システムを迂回できれば発電機を爆破できるはずだ。お前にこの爆薬を託そう。そいつを無事に谷まで運ぶんだ。わかったか？はい。よし。オーソリティは今北の谷の入り口に小さなバリケードを築いている。そいつを吹っ飛ばせばすぐに追手が来るだろう。時間がない。全速力で谷を抜けて橋へ向かえ。ほい。キャピタルプライムへ入るにはあの橋を渡るしかない。北のバリケードを吹っ飛ばして橋へと急げ。ということね。キャピタルプライムへ入るにはあの橋を渡るしかない、はい、北のバリケードを吹っ飛ばして橋へと急げ。はい、まずね、わかりましたね。とにかくそれはね、お金が欲し、あるか、ね、お金で物を買おう。お金にまず変えて、物をね、でそれからということにしますね。今回はそのお金にして、玉を買うところで終わっとこうかねと。
よいしょ、こっちで。出したれ。違う。どこやった？ここ。出したれ。立ち去れ立ち去れ、うるさいの。立ち去るよ。こっちや。オーソリティメ。はい。はい。好きなだけ見てって、はい。気に入るものがあるかもね。はいはい。まず売るよ。売り物は少ないね。オッケー、こんだけで、買い物。ウィングスティック、どれぐらい高騰かな。これぐらいかな。で、使った弾、この辺はちょっとこうといて、バックショット、ちょっといるやろ。で、ミニガン、これ使ってないし、ええわな。で、じゃあ材料じゃねえよ、物資だよ、こっちだよ。じゃあ、こっちだね。この辺か。フェルトライト AR、 オーソリティ MG、 V2、 これやね。これたくさん買わなかった。以上。お金がない。売り物は、売ってええもの、物資。こんなもんね。欲しいものがあったらいつでも来てね。はーい。お金が足りないでーす。ということで、はいはいはい、立ち去りますよ。もっこりショット、こっちやな。はい、というわけでね、君のおかげだ。終わりが近いところではありますんで、今回はね、ここまでということにしておきたいと思います。次回がまた、オーソリティの本拠への、道筋を作るということになるのかな。はい、というわけでございます。どうもご視聴ありがとうございました。よろしかったらまた次回お会いいたしましょう。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ツイッターもやってますんでね、動画の概要欄とかチャンネルの概要欄に、リンク貼ってありますんで、よろしかったらたどって、フォローしていただければありがたいなと思いますんで、よろしくお願いします。そしたらね、じゃあね、バイバイ。